どうも、芝のトラック飯の時間です。暑いわ、もう夏ですね。ちょっとエアコンの音がうるさいかもしれん。こんな時はね、お肉食べてパワーをつけたいと思います。今日食べるのはみんな大好き、吉牛の超特盛り。じゃーん、うわ、めっちゃうまそう、たまらねえ。これがうまい。吉牛はいつ食ってもうまいよね。ちょっと震えてるけど、トラックの振動で。では、いただきます。みんな聞いて。僕ね、吉牛といえば、生卵ないとダメなんです。実はね、これ、半熟卵しか無理やってん。夏場やから。ひどくない?あまりにもショックすぎて、スーパーで生卵買ってきた。これがないと始まらんのよ、僕。でここに醤油ぶっかける。結構入れよう。こんぐらい入れて、で混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ。ちょっと片手じゃできへんから、本気出すわ。まあいい感じに混ぜ混ぜしたら、次は、一味唐辛子。これ入れる。で、紅生姜。紅生姜も入れる。卵に。仕上がりました。ちょっとかけられへんから。ちょっと頭食べさせていただきますね、これ。頭の部分。めちゃ美味しそう。あ、うん。吉牛はいくらになっても吉牛や。こぼれそうやな。ちょ、ご飯ちょっとだけ食べようか。こぼれるから。うん。うまい。いくぜ。と。トウ、あー、やばいやばいやばい、トラック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 、あ、あ、あ、いけた、ギリギリいけた、なんとかいけた、なんとかいけた、うまいこと。いや、こんぐらいがね、美味しいの。僕、つゆだくはあんま好きじゃないねんけど、卵だくめっちゃ好きやねん。もう、つい卵かけご飯やでって言われねんけど、これがうまいんよ。うん、これです。やっぱもう半熟卵も使おうかね。まあこの半熟卵ダブルで美味しいな、これ。あ、半熟で全然いいやん。いや、あかん、このお醤油の感じがないもん。やっぱこう、吉牛って、この、めっちゃ昔からあるじゃないですか。やっぱこの味ってね、みんなね、こだわりあると思うんです。うん。うん。昔これ280円で食べれたんですよ。まあ、超特盛りではないけど、並盛りがね。あの時代すごかったよね。吉牛ってやっぱ、この唯一無二の味というか、もう吉牛に入った瞬間からのこの牛丼の匂いみたいなんで、めっちゃお腹減りません？そういう、今の若い人は知らないかもしれないですけど、吉野家で牛丼がなくなった時があったんですよ。 BSE、 あの狂牛病ね、昔世界的に問題になったあの関係で、吉野家の牛肉は全部どこやったか、アメリカから仕入れとったのかな。で、アメリカのこの肉じゃないとこの味が出されへんっていうので、代替はできへんぞということで、なんかもうそれやと一層のこと出せへんわみたいな。で、豚丼ができたんですよ。あの時、豚丼かよって言いながら食べとったけど、大人になってから今豚丼あるじゃないですか、食べたらそれもまた懐かしい、美味しいなってなった。狂牛病って怖いよね。狂牛病になると、まあ、ヤコブ病ですよね。ヤコブ病って、まあ、牛から人間にもうつるんですよ。だそうなると、もう致死率でいうと 100%。 確かに狂牛病って致死率100% なんですよ。一回発症してしまうと、もう脳みそが
こうスカスカになっていって最後も自分で息とかそういうことすらもできへんくなるみたいな、すごい怖いんですよ。でなんでそんなこと起こるんかって言ったらね、これまたね狂牛病って、まあ、異常プリオンっていうそのプリオンがなんかね一定量に達したらねなんかなるらしいんですけど、ほんま本来なら自然界ではあんまりそういうこと起こらんらしいんですよ。なんでかっていうと狂牛病を発症した牛さんは死んじゃうから、子孫を残す前に、まあ、子孫を残しても子孫もあの、まあ、子孫に移るのかな、そこはちょっと分からへんけど死んじゃうから、ね、淘汰される。やっぱこう畜産じゃないですか、畜産、ね、人がこう育てるじゃないですか、だから育てることによって牛さんってこうまあ食べる部分って牛肉、肉の部分とかまあ皮やったら革製品で使うんだけど、脳みそ脊髄とかあんまみんな食べへんとこあるじゃないですか。そこってね昔はねもう一回それを牛に食べさせてたんですよ、栄養豊富やから。だからいわば共食いさせてたんです。そうすることによって狂牛病の発症した牛の異常プリオンがこう混ざることによって狂牛病がめっちゃ発生するみたいな生体濃縮的な感じになって、それで、ね、問題になった。だあんまり人にはね映らなかったんですよ。この調子がいったらあの地球上の人間のかなりの人がかかるっていう場面まで行ったんですけど、意外にねあの種の壁っていうのがあって、犬と猫が俺たち結婚しようぜって言ってもあの子供が生まれへんのと一緒で、まあ、そういう壁があったんで助かったみたいな。怖いよプリオンで、食肉文化があるなんか 国というかその地域とかがあって、そこにはやっぱりねあったらしい、ヤコブ病って確かそんな感じだったと思うで、僕の記憶では。間違ってたらごめん、めっちゃ力説したけど、なんせ怖いやつなんですよプリオンは。僕も食べてたってことやからね、怖っ。昔はいけて今はあかんって結構ありますもんね、そう考えると。例えばほらアスベストってめっちゃ今有害じゃないですか、けど昔はもう夢の建材と言われてて、もうアスベストすげーみたいな、超みんなリスペクトしとって、それがこれとかやからね怖いよね。僕も昔現場で働いとったからアスベスト吸ってる可能性あるんですよ。怖いなーと思って、そうやって考えるとあの頃さ体めっちゃチクチクする現場とかもあったし、なんかそういうとこで何も知らん無知じゃないですか、何も知らんからもう何も知らず、あ邪魔やなこれ、ちょっと発るかみたいな感じで何も防護せずにやってたしとったから、なんか怖いね。まあそんな感じでね今日は美味しくいただきましたよということで、大満足でごちそうさまでしたということで本日もありがとうございました。まだねこんな動画が良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ今日もお仕事頑張るよ本当に。たまにねこうやってトラック動画撮ると、はい芝セットオッズみたいな、ここがあのねスタジオやみたいなこと言われる、スタジオでここ破れてないでずっとこれ聞いて聞いて、そう聞いて聞いて、僕信じられへん場所が壊れたんですよ。これこれ何か分かります、みんな、これこれ肘置きなんですよ、これここ分かる、これ見える、これ本来はここについてるんですよ、これこれほら見える、これこれねマジでね、僕よいしょみたいな、よいしょ朝行こっかみたいな時にブクッ、ってなった、こんなん壊れんのみたいな、すごいね壊れちゃった。もう12年乗ってるんで、まあ節々傷んでくるよただこんなとこ壊れたの前代未聞やってちょっと怒られます今まで十何年間あったあるのが当たり前やったのに、
いきなりなくなったら、えってなるか。ということで本日もありがとうございました。またねー。